横浜市内のすべての町を知るために抽選で町を選択し、その町の一等の一番地に向かうだけのシンプルな番組である。それでは抽選。今回の目的地は戸塚区鳥ヶ丘です。現地の場所を確認してみましょう。戸塚区鳥ヶ丘1-1。正直初めて聞く地名でした。幹線道路沿いの住宅が該当しました。謎のロータリーが見えます。縮尺を下げて周囲を見てみましょう。先日訪れたばかりの泉区の片東の隣町でした。現地に向かう前に戸塚区鳥ヶ丘について少し調べてみることにします。戸塚区鳥ヶ丘、人口3358人、世帯数1451世帯、面積 0.426 平方キロ、東京ドームおよそ9個分です。泉区との区境に位置し、1978年に設置された比較的新しい町です。城内には市営祭場があり、市民の中には訪れたことがある人も多いのでは。航空写真を見る限りでは綺麗に区画分けされた住宅地のようです。戸塚駅からのバス便が充実しています。鳥ヶ丘1-1は中田幸ヶ丘線に面した個人宅。すぐ隣の泉区側には謎のロータリーがあります。今回は最寄りの戸塚駅から鳥ヶ丘1-1を目指します。それでは実際に鳥ヶ丘に向かってみましょう。戸塚駅西口、ここから鳥ヶ丘に向かいます。正午街道に入ります。横浜新道が見えてきました。地下には市営地下鉄が走っています。
踊り場駅です。一度泉区に入ります。右折すると中田幸ヶ丘線です。この陸橋の上の道は鳥ヶ丘1の1の裏手に出られるようです。現地到着です。鳥ヶ丘1の1中田幸ヶ丘線。この住宅が鳥ヶ丘1の1にあたります。鳥ヶ丘の様子を見てみましょう。中田幸ヶ丘線から住宅地に入ります。正面に見えるのが鳥ヶ丘小学校正門。綺麗に区画分けされた住宅地が続きます。バス通りに出ました。右手は神谷部の工業団地になっているようです。さらに直進すると僕はもう愛媛区用途になります。再び中田幸ヶ丘線に戻りました。1の1の方向に戻ります。右手の森が戸塚斎場です。町内整備の住宅地も見てみます。鳥ヶ丘に隣接する謎のロータリーです。完全な雪止まりで、目的は分かりませんでした。鳥ヶ丘1の1は、区画整理された美しい住宅地にある一軒の住宅でした。